トールチャンネルです。左方向レベル4ステルス式移動オービスエリアですよ。制限速度は40キロですよ。なんかちょっと怖いこと言ってますね。移動式前とかでこういうちょっと狭い系の2車線じゃない、片側2車線ですか、4車線道路ですね。だと左側のレーンは基本路中スペースみたいになってるとこありますもんね。なんで地元以外のこういう知らない4車線とか6車線とか大きい道路走るのちょっと怖いというか、まあちょっと緊張しちゃいますね。この道自体まあ走るの3回目ぐらいかなって思うんですけど、ね、こういう高架部分はいいんですけど、隣にお店とかあったら普通に塞がっちゃったりしてるんで、この付近は駐禁最重点エリアですよ。まあ最重点って言ってても普通に止まってる時がありますからね。でもちょうどあれですね、正面がまあもう海ですねこれ、うん、まあ先週も同じ道通ったんですけど雨降ってたんでちょっとやっぱ微妙に見え方が違うかなと思って通ってるんですけど、あの明石海峡大橋が見るやどうのこうの出たやつ時に通った道ですね。右方向レベル3飲酒検問エリアですよ。飲酒検問エリアですよ。
ードがわりかしいいんでね、ちょっとさリベンジ決めれるかもしれないんですけど。左に入れば多分あれなんでしょうけど、でも止める場所とかないっすからね。割とこの辺は有料ばっかりなんで、あとはね防風林が結構埋まってるんでね、止めたとしても車の中からの撮影が厳しいんですよね。
から明石ですね。橋ができるまではタコフェリーであったんですけど、そこまで行くはずですよね。でフェリーで渡って淡路島で国道28号が続く。レベル3取締エリアですよ。制限速度は50キロですよ。ちょっと曲がってみましょうか。なんでそのフェリーもね結構良かったんですけどね。やっぱり橋ができちゃってからね、ちょっとしてから廃止されちゃいましたけど、昔子供の頃その学校行事で1回だけ乗ったことありましたけど、はい、ということで、今回はこの辺で終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。